皆さん、ごきげんよう。プリンセス姫スイート TV の姫ちゃんです。パパです。今日は木をたくさん切るよ。よし、切るぞ。うん。え、どうした？なんかリンゴは15個ある。チェストを見てごらん。わかった。え、木がたくさんある。姫ちゃんがね、うん、寝ている間に切っておいたよ、うん、ありがとう。だから姫ちゃん、これで建築してって。うん、いっぱい作れそう。うん、村人のお家を作って村を大きくしよう。うん。あ、やべ、落ちちゃった。大丈夫？貞子になっちゃうところだった。何か捨ててみたら。うん。あ、鉄のピッケル捨てればもう大ヒントないから。そうだね。じゃあ捨てよう。ダララ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 ン。あなたが今捨てたのはこのダイヤのピッケルですか？それともこの鉄のピッケルですか？鉄のピッケルです。あ、痛い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 じゃないか。じゃあ正直者のあなたにこのダイヤのピッケルをあげましょう。やったー。はい。あれ、取った？井戸の中に落ちた。あ、あるある。大丈夫か？おー、危ねえ。危ない。よし、じゃあ、ゆめちゃん行こう。うん。はーい。どんなお家にするの？秘密。え？秘密？うん。じゃあ楽しみにしておくね。うん。
パパ実は姫ちゃんが寝ているときに木材を集めるとき、うん、迷子になりそうになったから、えならないように目印をつけておくね。うん。パパ何してるの？秘密。それ何？これは迷子にならないようにするためだよ。へえ。遠くからでも、うん、村の位置が分かるようにしたのと、うん、このてっぺんよく見て、てっぺんに土ブロックを置いて、うん、木の苗を植えました。へえ。さあどういうことでしょう？目立つから。そう、てっぺんに、うん、木が生えてくるから、うん、それでよくわかるかなと思う。うん。松明もつけたよ。うん。あ、ちょっと待って、もう夜だよ。やばい、夜だ。部分が完成？うん。いいね。え、これって村人のお家？私のお家だけど、うん、村人も遊びに来てもいい。あ、そうなの？村人が遊びに来てもいいの？うん。この中に？うん。じゃあこのお家も、一つとして数えられるかな？うん。村人を増やすために必要？うん。へえ。今回は、これぐらいでやめとこうか。次は2階を作ろう。オッケー。それでは皆さん、ごきげんよう。また